おはようございます。行きます。練習行きます。今日は15時半からの練習です。午前中はだらだら過ごしました。勉強したりせず、あんま良くない過ごし方しました。一個だけ作業して、この YouTube 収益化の条件をクリアして、収益化に向けての申請みたいなのをする必要があって、あの Google から収益化するってなるとお金をいただけるんですけど、アメリカの会社なので、アメリカの税務署に税の申告をしなきゃいけなくて、それ初めて知ったんですけど、で国外で稼いでるんで、まあ、アメリカの税金はかかんないよっていう風な申請をしないと、収益が出たとしても何パーセントかこう控除されるされてしまうってことで、まあ、そういった手続き、申請の手続きだけやりました。条件はクリアしたんですけど、一定の金額を超えないと手元には入らないみたいなので、まあ、実際にお金になるのは、まあ、だいぶ先かなっていうのが、まあ、今日作業してて思った感じですね。本当に大きな YouTuber に比べればすっごいちっちゃな規模なので、まあ、このちっちゃな規模の YouTube がどのくらいのお金になるのかっていうのも、また利益が出たらご報告しようと思います。練習終了しました。ナイスです。今日は寮のご飯がお休みなので、このまま夕食に行きます。元気で大丈夫、これ元気でなっておいても大丈夫だと思うんだよ。まあ、そう、絶対そうですよ。2週間後だからね。帰ります。夕食食べてお茶してました。元木がもう明日には新潟に旅立ってしまうので、まあカズマと一緒に送別会みたいな感じで、なんかまあ優の時もそうだったけど、まあ優とも飯行ったんですけど、寂しくなるな。なんか寂しいですね。まあ、そういう世界なんでしょうがないですけど、まあ、頑張ってましょうです。マジで天才なんだよ、あいつは。帰ります。寝ます。今日は、まあ、午前中あんまいい過ごし方しなくて、まあ、午後も、まあ、練習を勉強とかはしなかったですけど、それでも、まあ、元木とご飯行けて、まあ、俺も頑張ろうって思いました。一生懸命やる以外ないので、どこにいても一生懸命、最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も最高の一日、いきます。走りきます。朝なんです。ランニング行ってきました。ナイスです。群馬で行われているクラブユース選手権をしているブズチに行きます。クラブユースの観戦終了しました。まあ、だいぶ人は変わってましたが、ご挨拶できてよかったです。自分も頑張ろうと思いました。帰ります。いきます。先ほど宮井さんもそうですけど、皆さんも経営者としてマジ気をつけてな、はい、
寂しくなるな。ここにありがとうございました。ありがとう。動画なんか撮ってる場合。練習いきます。練習終了しました。帰ります。寝ます。今日は体調が優れないので、もう早めに寝てしまいたいと思います。睡眠時間確保してコンディション回復に努めたいと思います。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。練習行きます。今日は8時から練習です。昨日コンディション良くなくて撮影はスキップしました。今日も一日ぶち上げます。行きます。練習終了しました。帰ります。行きます。先ほど20分のパワーナップを入れました。今から昼活に行きます。気分転換に勉強する場所を変えます。行きます。いただきます。寝ます。今週は勉強とか、まあ、ちゃんとやらなかったので、やってこなかったので、今日はしっかり勉強できてよかったです。最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。